はい、皆さんこんばんは。おじいさんです。どうですか、元気に過ごしてますか？ちょっとね、ようやく今日なんか冬らしい季節ですね。まあでもやっぱり自転車こいでたら汗かきますけどね。今日なんかおじいさんやっぱ美容院行って、ようさん薬もらってきて、行き帰り汗かいて、それが一番の薬じゃないかなとか、なんか落語の始まりみたいになってますけど、やっていきましょう。はい、本日はね、こちらポケット GO のエミュレーター紹介はラストになります。アーケードゲームですね。アーケードゲームはこちらの FBA っていう、アプリを使っていきます。これファイナル版アルファっていう、あのエミュレーターの略でね、もう最近は豆よりもこの FBA の方がちょっと人気出てきてるっていう感じですね。こちらを使ってアーケードゲーム、例えばね、皆さん有名な駄菓子屋さんの隣に絶対あったメタルスラッグとか、あのライデンとかをこの辺でやります。まあライデンはちょっと動くの厳しいと思いますけどね。この FBA っていうアプリが、まあ、アーケードの中でも CPS1A1 CPS2 ネオジオに特に特化してて、他のねこういう中華ゲーム機器やと、その、特化したやつ以外のカバーしてるアーケードゲームも若干動くんですが、このポケット GO に至っては基本的に CPS1、CPS2、ネオジオっていうところ、しか動かないって考えといた方がいいと思います。もう本当にレトロなアーケードゲームとかやったら動きますけども、あまり過剰には期待しない方がいいです。あと例えば重いネオジオの中でもね、後半のメタルスラッグの、じゃあ後半のゲームとかの重いやつは動きますけども、ロードがかなり長いので、その辺はまあちょっと携帯ゲームとしてすぐささっとやるっていうところではどうかなっていう気はします。それでは、いくつかゲームやっていきましょう。はい、結構技出せるんですね。前もお伝えした通り、この十字キーがによくできててね、昇竜拳とかね、あの波動拳出しやすいんですよ。うん、でメニュー画面が LR でスタートです。はい、これでメニュー画面が呼び出せます。コンティニューは、ゲームの続きをやります。キーコンフィングは好きにボタン設定をすることができます。これありがたいですね。アーケードゲームのいつでもセーブ、いつでもそのやり直しになります。これ楽ですよね。でリセットは、もう一回ゲームを始めからやり直すっていう形になります。あんまりね設定できないけどね。忘れてた、サムライスピリッツ3は競技全部分かれてんのよね。初めこうやって同時押しばっかりしてた。これ3だけやったかな、確かね。個人的にね、サムライスピリッツではね、騎馬神源十郎が一番好き。
なみにね、このメタルスラッグ3は読み込みにね、すごい時間かかりました。でもね、動かすと結構動くよね。ちょっとカクカクしてるかな。ちょっとカクカクしてますよね。うん、ここカクカクしてるね。まあ特にメタルスラッグは敵とか要素出てくるんでね。これよく石に当たっちゃうのよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はねアーケードゲーム FBA ですね。まあCPS1、CPS2、カプコンのねアーケードゲームと、あとネオジオ、SNK のネオジオがメインに動く機種です。ちょっと試しましたがね、やっぱりね他の機種で最近カバーしてるようなそれ以外の機種は一切動きませんでした。まあひょっとしたら全部は調べてないので動くやつがあるかもしれないですが、僕が調べた限りでは動かなかったので、ひょっとしたらその辺の機能を削ってるのかもしれないですね。であとやっぱりね例えばサムライスピリッツとかの1とか2なら動きますし、今日やったみたいに3も動くんですが、やっぱりデータ量の多いゲームになると読み込み時間もすごく長いですし、動いてもちょっと処理が重くなるところではちょっとカクカクしてしまうという症状が出てます。うん、でも外でやる間にはねこんな感じでプレデターとゲームだって普通にできますし、特段問題は個人的にはないかなと思います。基本的にはレトロゲームをやるで、おまけでこの辺のものが、動くものもたくさんあるという感じに捉えるのがいいんじゃないでしょうかね。まあ何が動く何が動けへんっていうのは、まああとはちょっとね4200円なんでね、いざ自分でちょっと買ってみて、その辺試してみんのもねいいんじゃないでしょうかね。うん、はい、いかがだったでしょうか。結構ねカクカクするものも見せましたし、まあ、参考にしてもらえたらと思います。はい、これでこのチャンネルでね初めておじいさんのことを知ったっていう人はチャンネル登録していただいたら嬉しいですし、もうしてるよっていう方はね、おやっぱりカクカクしてるのちゃんと見せよるなと思ったら、ちょっと高評価を押していただくと嬉しく思います。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。